民音創立60周年記念、日本とスウェーデン両国の絆を深める公演が実現。コーラスと弦楽器で送る奇跡の音色、スウェーデンハーモニー。今回来日するボカールハルモニーの芸術監督指揮者のフレドリック・マルンベルグさんです。音楽の力はとても大きいです。音楽は言葉や文化の違いを超えてどんな垣根もなくしてしまう力があります。そのことが音楽自体を非常に魅力的なものにしていると思います。マルンベルグさんが率いるボカールハルモニーは現代のボーカルミュージックに特化した合唱団。スウェーデンのグラミー賞にこれまで2枚の CD がノミネートされています。2018年の民音公演は各地で大好評を博しました。民音が主催したツアーは今でも忘れられません。熱心に音楽を聴いてくださる素晴らしい観客の皆様がとても印象的でした。私たちはそのツアーを温かな記憶として心の中でずっと覚えています。そして今回は弦楽アンサンブルウプサラチェンバーソロイスツも来日。バイオリン奏者全員がビオラパートも担当。リーダー役を持たないというアンサンブル構成は音楽表現に特別な柔軟性とダイナミズムを生み出しています。バロックからコンテンポラリーまで幅広いレパートリーを持ち、その想像力豊かで個性的な解釈は高く評価されています。数多くのミュージシャンを世界に送り出してきた音楽大国スウェーデンが自信を持ってお届けする注目のステージ。スウェーデンや北欧の国々のクラシック音楽はもちろん、ポピュラー音楽、特にスウェーデンのグループアバの曲や日本の曲などとともに、お客様を音楽の旅にご招待します。今年の夏、日本の皆様にお会いできることを楽しみにしております。コーラスと弦楽器で送る奇跡の音色、スウェーデンハーモニーにどうぞご期待ください。